今年の花回りはとても元気のあるチームです。他のチームに比べてもベンチの中ですとか試合中のとにかく誰かがいつも喋ってるような感じでもう賑やかに元気で楽しく野球をするチームです。まずいいの目標として、優勝、全日本で優勝すること、そして、日本選手権に駒を進めることがまずの目標です。期待する選手は北間晃平選手です。打席に立つと何か起こしてくれるというか、その結果云々じゃなくて、もう彼が打席に立つだけで流れを変えられる、そんな選手なので僕はすごく期待しています。クラブ選手権に参加するのは初めてになるので、挑戦者の気持ちで一戦必勝で頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。